はい、皆さんこんにちは、ピカです。信長の野望新生やっていくよ。はい、島津でやっていくよ。さあ行きましょう、征夷大将軍に向けて。まあ、個人的にね、征夷大将軍のエンディングも見たことないんだよな。まあ、もしかしたら征夷大将軍のエンディングもね、まあ、エンディングがねちょっと、アップ NG のような情報を得たんでね、まあ、もしかしたらちょっとプチーンとあの動画切れちゃってるかもしれませんけどね。はい、長い間ねご視聴ありがとうございました。上申いたします。はい、またねいろいろとね頑張っていくんでね、またよろしくお願いします。これでダメージ大きいね。まああっちもダメージ大きかろう。ちょっと待って、ここだけでも取るか。城を取りに行く。お指図を頂戴したく。動ける部隊だけでもね動いて おきましょう。ここもいけるやろ。え、城を我らのものとせん。うん、敵兵貴殿にお仕えします。よし、ここは思案の指導。城攻めよ。行くさぞ、陣を整えよ。これが薩摩隼人の広取りよ。敵将を捕らえたわ。お使いしよう。よかろう。さあここで、あ、長政さん、あ、こうか、出陣したのか。まあ、そしたら。お前の喜びにござる。感謝いたす。どこじゃ、ここか。敵の城を奪ってくれる。これ今行ってるんだね、箱根。あ、ここ行ってるんか。じゃあここも出してみるか。うん、まあ、分散案で、亀山城主任命されてねえのか。城に退け。城に退け。城に戻ります。よし。遅れるでないぞ。考えがあります。よしで127万ある。まあマイナスはひでえけどね。そしたらこれね、強行、まあ、これやった方がいいのかな。
まあ強行。心得ております。よし、使えてみるもよい。城攻めを始めよう。皆の者、戦の支度だ。よし、わしではかなわぬか。敵軍退けたぞ。と止めさせて。心得ております。はい、止めよう。我が武を示す時が来た。おうおう、取れた。よっしゃ、あと1錠ぐらい。え、と取られてるんやんか。嘘でしょ。くわー、良き案がありますぞ。まいったなー。恩に来ようぞ。老害の喜びぞ。許されることではありません。ついてこい。で、カメちゃん、カメ、あ、カメちゃん出陣したのか。くそ、まあいっか。敵軍退けたぞ。この恥注いでみせる。野戦となる、陣を構えよ。敵軍退けたぞ。まあ2部隊か。そしたら、2部隊はちょっとな。うん、ちょっと、まあこれだけの兵力でも俺ちょっと自信ない。ちょっと自信なくした。うん、この前ので。そしたら兵ね、あ、こういう風にするのか。勝頼軍団、勝頼軍団ばっかりやんかよ。ここで俺あいつ630のやつ選びてんだよな。お指図を頂戴したく。いや、何コマンドじゃねえよ。俺選びてんだよ。加藤を返したいんだよ。おめでよ。全体しか選べねえとこがクソだよね。うん、ほんとひどいね。まあこれで丸で一つずつ選ぶしかねえのか。こいつは敵だよな。どれだ、ここか。違うね。どれだよ。ここか。まあここが、はあ、帰れ。ご命令を。早々に戻るぞ。うん、これまでか。下がる。次は勝たせていただく。無念。志半ばで倒れようとは。うわ、のびさん死んだ。戦ぞ、陣を整えよ。よし、雪村を討ち取ってくれんかな。これでいいよな。我が部にて必ずや勝ってみせようぞ。お指図を頂戴したく。他の要所を制する。敵を消します。うん、そこでお前行く必要ないんだよね。かといってここで戻ったら敵に後ろ取られるような形になると思ってさ、戻れねえんだよね。鉄砲にて撃ち払
と深いところでがっちりと一直線上で挟み撃ちにしたいんだけど、捕獲しろ、捕獲、捕獲でピョン、捕獲でピョンして、帰る、使え。ここはシアンの城、敵を蹴散らす、攻め潰してくれよ。なんかぐちゃぐちゃお指し図をちょうだい。ぐちゃぐちゃなってる。今試される時ぞ。いやいや、お前お前面白い、早くクリアしたい。もういい、早くクリアしたい。敵を攻め立て、今が好機ですと。まあこの申請はあれだわ、地方統一が、地方統一でやるのが一番楽しいかもしれん、うん、それ以降は苦痛がちょっとね勝ってくる、うん、失えぬ。いや、挙撃お指し図を頂戴したく、したの、終わった、ごめる、皆の者、退路を塞ぐぞ、捕らえろ、捕獲、くそで縄につくがよ。お断りします。うん、あの世で待っております。うん、それは断る。屈辱、忘れぬぞ。ここまでか。へい。合戦まだか？李官の刑。考えがございます。まあ攻めてくれるわけではないと思うけどね。広域流言足りない。うーん、早えな、ここ急戦かよ、忠勝。やっなの者、戦の支度だ、合戦させてくれ。この時本当にもう直せっつん、なかなか直らんの。さらば、合戦できねえんだよ。合戦ゲームだろこれ。え、何のゲーム、え、何のゲーム、え、ロールプレイング。なるほど、それなら合戦する必要はない、納得。本当文句言いたくなるな。合戦ゲームやってるのに合戦できないというの最悪だ。我が部、この戦場に、そして天下に示さん。お前はこういくなぞ。王将を手に入れる時ぞ。王将を手に入れるぞ。狙うは要所、進め。うん、閉めた。あいつ支度してくれた。お前ここ守れ。おい守れ。ちゃんと守れ。よし。この好機失いぬ。潰してくれ。
我が方が勝っております。やったぞ。よし、弓兵、腕の見せ所ぞ。それが試される時ぞ。あれこそはと思う者は続け。我が武略をもって万全の敵を打ち払わ。弓兵撃ってる、うん、撃ってるか。よし、逃がすな。まだ足りぬ。老将我らが手に。老将を制する。続け。我が武略をもって安全の敵を打ち払わん。そっちか。やったぞ。お指図を頂戴したく。お前、違う。お指図を頂戴したく。こっち行け。敵の軒口を攻め取らん。ここはシアンの指導。はい、あと交代要員セット。兵らよ、いざ行かん。先へと向かおう。兵らよ、いざ行かん。我が武略をもって万全の敵を打ち払わん。兵らよ、力を振るえ。共に勝ちをつかみ取らん。はっ、いざ行かん。我が前に立ち下がる者ら。よし、だけしない。敵が召し捕らえたり。あの世で待っております。我が策を及ばず。さあ行くぞぞ。腕が鳴るわい。うん、消せ。しかあるまい。背を向けねばならぬと。ちょっと待ってね。たかがこれだけでそんなにも取れねえか。お前らな、あールートねえのか、ルートねえのか。敵を撃退するぞ。力及ばずとは無様だ。城など早々に奪ってくれる。陣を構えよ。戦の始まりぞ。さあ次はおらぬか。よし、さああと何錠。召し捕らえたり。お使いできます。我が妻ご老中。戦さらぜ。兵を奮い立て。戦ぞ。雪村か、討ち取って。もういい加減討ち取って。半蔵と皆の者、命を惜しむな。名を惜しめ。いかがしましょう。要所へ向け進め。
要所へ向け進め。ここはシアンの城か。いざ行く。お指図を。お打ちを願います。命令を下され、他の要所を制する。はっ。皆の者、要所へ向かう。喜ばしいですな。どうかご命令を。動くべき時は今ぞ。万歳。おお、雪村、ああ、それ来たか。立ちは揺るぎますまい。騎馬隊、行くぞ。素晴らしい。最後さん、ユミ頼むぞ。下がる者らよ、だけ知れい。お打ちを願いまする。エーラよ、いざ行かん。いかがしましょう。いざ進め。敵を攻め立て。敵の軒口を塞ぐ。続け。ここはシアンの城。さて、鉄砲にて打ち払わん。我が武略をもって安全の敵を打ち払わん。雪村潰せ。うん、攻め潰してくれよ。我が前に立ち下がる者らよ、ふざけ散れい。ご命令を下され。皆の者、我らの力を今こそ見せる時と。やりて敵を崩す。よし、潰せ。くっそー、逃げやがる。うん、それでいい。いざ、我が部をこの戦場に示さん。よし、よし。こんなん、こんなん、なんしてんの。お前らはね、いいよ、ちょっと。我が前に立ち下がる者らよ、だけ知れい。ここで、この軍略でもって決めてくれよ。ご命令を下され。よし。ああ、買っちゃったか。捕獲して欲しかったな。わが子、その目でしかと見たか。諦めて縄につくがよ。ここで勝てようとは。よし、さて、城を奪いに行こうぞ。領主、側近、感謝いたす。片付けない。そうね、高速壁、アコ取られたもんね、キーの方ね。キーの方、ここね。
伊勢の方ね。もうここか。悪いことした。これで委任しろ。使えてみるもよいか。申し上げますぞ。破壊ないかな。破壊ちとお耳を拝借。やり遂げてみせましょう。お聞き入れくだされ。上主任命。長島。ありがたき幸せ。感謝いたす。長島ね。秀吉出陣してっか。してるな。合戦だぞ。俺に。逃したか。さあ次はおらぬか。皆の者、戦の支度だ。よし。時は今ぞ。こいつら動く気あんのか。いざ進め。ここはシアンの仕事。お前も動け。ここはシアンの仕事。ご命令をくだされ。はっ、いざ行かん。いかがしましょう。潰してくれるわ。
どの方向よこれ。ここが。お指図を。お指図を頂戴したく。いかがしましょう。歯の幼少期。我が武略をもって万全の敵を打ち払わん。鉄砲にて打ち払わん。敵を攻め立てん。いざ進め。お指図を頂戴したか。やったぞ。我が武略をもって万全の敵を打ち払わん。いざ進め。時は今でごわす。お指図を頂戴したく。おい、我が前方にて押し通る。ここはシアンの城。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。打ち取れ。打ち死に。よっしゃ。よっしゃ。ねえ、この人の不幸を喜んじゃいけません。阿弥陀仏。よしな、長政だろ。これ以上は戦えぬか。向こうにはまだ足りぬ。城攻め。よし、これで勝ったんじゃないの。敵将、我が手に落ちた。貴殿にはお伝えできぬ。うん、あの世で待っておるぞ。やっぱりか。よっしゃ、征夷大将軍になったぞ。あー、つらかった、めっちゃつらかった。あー、もうあの地方統一以外に多分やらんと思う。あー、やりますやります。あの就職します。あー、征夷大将軍です。はいはいはい。さあ、どんなエンディングですか。まあ本当エンディング映らなかったらごめんね。ありがとうね。平和ボケしたらまたあのね、他国もしくは国を罵ってまた血まみれのね戦になるんですよ。信長の野望新生。はい、島津で征夷大将軍なれましたね。はいはい。
それではもうとても難しかった、相変わらずね。はい、それではね、またもしかしたら地方統一もしくは関白とかね、狙ってやるか、他の大名でねやるかもしれませんので、またその時は見てやってください。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、ピカでした。また別の動画でお会いしましょう。またね。